ラム。デッドマン、聞いてるか？どうしたらいい？いいか、サム。ポッドを取り外してインキュベーターにつなぐんだ。つないだ。よし。一時的なストレス状態だ。母親の子宮に戻してやればもう大丈夫。母親はキャピタルノットの集中治療室にいる。脳死状態でな。スティルマザー。そうだ。ビビーはスティルマザーの子宮の中で死の世界とつながっている。そして君もビビーを介してその母親とつながっているからこそ BT を感じ取れるんだ。このポッド内の環境はスティルマザーの子宮の疑似状態に設定されている。ビビーには常にスティルマザーの子宮内にいると思わせる必要があるんだよ。と言っても長い時間騙し続けることはできない。だからカイラル通信を使って最新のスティルマザーの環境データと定期的に同期する必要があるんだ。見ろ、キャピタルノットシティで眠っているスティルマザーの子宮内環境データとは BB がリンクしてポッド内環境を最新状態に更新している。こうやってスティルマザーの子宮に戻してやればこいつのストレスは一時的に収まる。本当なら母親のお腹にいるべきだからな。元気になった。オキシトシンの分泌量も再調整しよう。今後はこんなに早く自家中毒は起こさないだろう。だが BB はあくまでも装備品でしかない。あまり入れ込むんじゃないぞ。物理的にスティルマザーの子宮から離されている。そのせいで BB という装備はとても不安定で非常に危険なんだ。対応期間も1年以上持った実例はない。だからこの遠征が終わるまで持ってくれるかどうか。どうなる？ BB を助ける方法はないのか？今のところ BB についてはほとんど解明されていないのが現状だ。カイラル通信がつながって過去の資料が復元されれば何か分かるようになるかもな。ああそうだ、あんたの血液に BT が反応を示した件についてだが、ハートマンにも相談した。もうじき検証結果が出るだろう。とにかくあんたも休め。あんたも BB も疲労が溜まってる。おやすみサム。私が見える。そっちはどうなんだ？出ることはできないけど、見張りもいないし縛られてもいない。カイラル通信がここまでつながってくれたら東に戻れるわ。あなたさえ来てくれたら戻れるの。ありがとう、嬉しかった。
もう猶予がないの。都市では少しずつ人の数が減ってきている。子供も生まれなくなってきている。人は孤立する生き物じゃない。寄り添ってお互いを補う生き物だから。この国を生き返らせて、みんながもう一度つながらないと。そうね、ブリジットは言っていた。絶滅だって。だがアメリカを再建しても奴らはいなくならない。絶滅は避けられない、奴らがいる限り。いいえ、まだ希望はある。サム、待ってるわ。あなただけを、私を助けて。サム、私だ、ハートマンだ。起きたばかりだから君もさっぱりしたいだろう。どうだ、シャワーを浴びておかないか。君にとってもいいことがあるし、実は私も見たいものがあるんだ。疲れたか。元気か。元気か。他のドゥームスは調べたのか。ブリジーズはみんな調べたよ。私やママも今のところ顕著な結果は出ていない。だが君はドゥームスで機関車という稀に見る資質の持ち主だからね。私にとっても希望なんだ。分泌物、老廃物、タイラルモードチェック、ストックします。抽出したサンプルは君の装備にも入れておく。機会があったら BT に対して使ってみてくれないか。奴らの反応が知りたいんだ。うまくいけば君の役にも立つはずだ。 BT がドゥームスの体液に対して何らかの反応を示したという古いレポートもあるらしい。それらの記録が一つになれば
多くの謎が解明されるだろう。デス・ストランディングのことはもちろん、君のその特殊な体質や我々ドゥームスのことも、人類を救うことだってできるかもしれない。サム、私はアメリカの再建など興味はない。失われた過去を復元したいんだ。うん、もうすぐ時間だ。繋いでも何もなかったらどうする？どうするんだ？サム、休憩中にすまないが、君に伝えておきたいことがある。きっと疲れを癒してくれるはずだ。君が配送をした相手から君宛にメールが届いているんだ。メールは依頼人や受取人と君を結ぶ貴重な情報が得られることもあるだろう。届いたメールは手錠端末かプライベートルームの端末で確認してくれ。おっと、それからもう一つ、カイラル通信は我々を過去の記録ともつなげてくれる。この大陸の各地で失われ断片化したデータが統合されて再び意味をなすようになる。本部ではアーカイブの再構築が始まっている。カイラル通信接続エリアの拡大に伴って過去の記録やデータも順次復旧していくはずだ。第一次遠征隊が本部に送っていた記録はセントラルノットシティの消滅とともに失われてしまった。その当時の記録や証言も復活し始めている。こちらもプライベートルームの端末あるいは手錠端末でアーカイブを開いて確認してくれ。復旧した記録が読めるはずだ。これじゃ約束と違う。あなたは BB だけなら助けられるかもしれないと言った。まだ返せない。もう少し時間が必要なの。私を信じて、最善は尽くしている。嘘だ。仮面をかぶったあなたをこれ以上信じられない。爆撃します。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証。サム、今のところ DB の調子はどうだ？一つ聞いていいか？どうした？BB をつなぐとき何かが見えるんだ。見える？どんなものが？誰かがこっちを見て呼んでいる。知らない顔だ。それにどこかの部屋、誰かが会話をしているようだが脈絡がない。だから言っただろう。やはり BB の記憶があんたに向かって逆流しているんだ。それがあんたに幻覚を見せている。いいか、 BB は28週間前後でステルマザーから摘出され、そのまま BB ポッド内に移される。生命として誕生する前にな。その段階で成長が止まる。だがこの時点で視覚や聴覚などの五感はほぼ形成されているんだ。 BB が受容していた刺激や情報が体感した記憶となってあんたの神経系に逆流したと考えられる。じゃああの男は誰なんだ？さあな、医療スタッフか製造時の関係者かもしれん。それは装備として何度も使われている。多くの人間に接触しているから特定は難しいだろう。何もわからないのか？ BB は以前研究されていたらしい。だが長い間封印されていた。 BB の中身はブラックボックスだ。原理もわからず使っているというわけなんだ。俺なりに研究をしているんだが、何せ過去の記録もほとんどない。今後も BB のことは調べる。何かわかったら知らせるよ。